5、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。今日はね、昼カフェ我々一度何人がコーヒーを入れてまいりますが、本日ご用意したスイーツは我々一度は手作りのわらび餅でございます。この回、名古屋三之助の店長でございますので、三之助お手製のわらび餅をお召し上がりください。大丈夫だよわらび餅、大丈夫だよ。わかんないペーターはね、すごい器用だからあいつね、シャ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 とわらび餅もさ、上手に作って、一部のやつ食べた人はね、美味しかったと思うんだけども、二部はね、三之助が作ったやつだから、どういうことかわかんないけど、あいつもね、意外にね、今日、この間の歌舞伎飯、やった時に、結構器用にいろいろこなすんだよね、やっぱり。なので、特に失敗はないと思うんだけども、もしかしたらわらび餅の粉がダマになってくるんだけど、大丈夫だよ、美味しいのができるから。大丈夫だよ。そんなに緩いわらび餅を食べたことないし。飲まなきゃいけないから。わらび餅って意外とそんなに難しいものじゃない。そう。だからタイミングさえ間違えなければよっぽど失敗することはないからさ。だから今回のわらび餅の件もね、アランちゃんのマスターからご提案いただいて、一度みんなでちょっとわらび餅スイーツ作ってみたらどうよっていう話で、なるほど、それはいいねってことでね、今回のわらび餅やっていくんだけど、これがね、もしうまいこと言ったらね、金土日の名古屋歌舞伎でもね、ちょっと余裕があるときは、大体のときは余裕ねってことさ、何かしらでね、そのわらび餅がご提供できるといいなと思って、やってきますけれども、バコやんねえよな、大丈夫です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、全員揃ってますね。いいね。来てない人ちょっと待ってやる。しょうもないことやるの。まもなくですね、2時30分になります。ただいま27分です。この回はね、三之助店長ということで、三之助の、ね、持ち込み企画をやりますけれども、コーヒーを入れるのは俺と三平太が入れます。入れるお豆は、この2杯目コーヒー、非常にすっきりとした飲み口の美味しい飲みやすいコーヒーになってます。今日ね、コーヒー苦手だよという人、ソフトドリンクも出せますので、ソフトドリンクご希望の方は、おっしゃってください。今ね、お湯が非常に強い勢いで沸いておりますお湯が沸いております。お湯の実況をしております。お湯が、ただいま、P6 と書いてある表示の意味がよくわかりません。なぜ表示の意味がわかんないかというと、IH コンロを買った時に箱も説明書もついていない展示品が安かったから買ったんです。あの表示の意味が全くわからない。ただあったかくなるから良しとする。まあガスじゃないからね、よっぽど危ないことはないです。大丈夫だよ、はい、爆発することはないからね。はい、これでおそらく全員が揃いましたので、ぼちぼちですね、始めていこうかと思いますけれども、今日はね、俺ら3人1座全員揃っております。なんとですね、番頭さんも今日は来てくれているので、照明も音響もあります。嬉しいね。前回ね、やった時に俺と三之助ともう一人ちょっとお手伝いでね、初めて入ってくれたバイソンなんとかなってるんだけど、俺ら3人誰一人音響照明が触れないっていう状況でね、無音の中、地上がりでやった、地上がりで、これ何もね、明かりについてない状態で、舞台上も暗いままですごいズームをずっと進めていったんだけど、あれはあれでまたね、ゆったりとした、非常にゆっくりとした時間が流れていた。あんな回もね、それはそれでありかなと思ったけれども、今日はちゃんと、スタッフさんもいるし、俺ら一田さんにいるし、お楽しみいただけるかなと思います。今日はね、なんか三之助がいろんな企画を用意して、なんかクイズみたいなことをやるらしいです。
なのでそのクイズ全問正解するとね、きっとなんか三之助から非常に素晴らしいプレゼントがねあると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。じゃあね、ぼちぼち始めていこうかなと思います。30分となりましたので、いこうかな。今ね、ちょうど三之助がさっき、本当についさっき作ったわらび餅を今お皿に移してるところですので、移し終わりましたら、この準備をテーブルにお届けしますので。タレヤ、何か三之助言うてんのは、はい、店長に対して呼び捨てか。あ、すいませんでした。なあ、した三之助さん、店長と呼べ、店長と。名古屋さん、名古屋さん、全員や、それ全員名古屋、名古屋さん、そこまで全員一緒です。はい、ということで皆さんお待たせいたしました。はい、本日はですね、はい、歌舞伎カフェ名古屋座昼カフェ、はい、第本日は2部になりますね。なんと三助店長でございますよ。よろしくお願いいたします。店長ですよ、はい、そう、店長ですよ。名古屋さん、名古屋さん、全員名古屋さんやん、もう。山ちゃん、山ちゃんじゃないけど、でも山ちゃんも全員一緒やから、そこまで名古屋ね、はい、そうですね。三之助店長でございますので、はい、どうぞよろしく。今日三之助店長、今ついさっきまでわらび餅ね、はい、そう、わらび餅ちょっと作らせて、あれ腕疲れるね、結構な抵抗があるもんね。めっちゃいきますよ、はい、あれで、この人数分をねこうバッと作ろうと思って、やっぱりちょっと大変。そう、本当にね、ペータはね、あいつ手際もいいけど力があるやつですか、ね、で、力あるでしょ。僕、力ないから僕腕プルプルしながら、それをそう、プルプルしながらこうやってたけど、でも愛情込めてちょっとやらせていただきましたけど、ちょっと一つ今できたみたいな、あ、ね、できましたね、じゃあぜひちょっと店長がお作りいただきました。ちょっとバイトに食べさせたって。 ありがとうございます。あ、黒蜜もちゃんとかかってる。いただきます。今日のバイトで、今日のバイト代や、それ。あ、じゃあ、そう、はい、本日の甘味は一座特製わらび餅ということでございます。プルプルだね、プルプルだね、はい、いただきます。まあ普通にうまいですよね。多分普通ですよね、多分。美味しいよ。美味しいですよ。黒蜜がたっぷりかかってるとまたね、うん、濃厚で美味しいから。これはちょっと少ない。これ普通、通常。これは普通、通常ですけど。美味しいよ。え、あんま伝わってこへんねんけど。嘘、ちょっと待って、おかしいおかしい。でも俺が食べたところがたまたまかもしれないんだけど、ダマがね。おいしいよ。いや、おいしいんだよ、おいしいんだよ、おいしい、おいしい、すごいおいしいんだよ、おいしいんだけど、ちょっとダマがあったかな。あれ もしかしたら配った中でちょっとダマになってるところがあるかもしれませんが、これも手作りのね、良さとして味わってください。ちょっと食レポ向いてんやで。なんだろうね、すごいプルプルで食べた瞬間にね、黒蜜の味がファッと広がって、きな粉もね、ちょうどいい甘さで美味しいと思ったんだけど、ガッと噛んだ時にゴロッて。でもね、食レポ向いてへんように感じるじゃないですか。普通の一般的なやつやったら、多分僕の方が結構喋ったりいろいろ言うんですけど、一緒にやってた時にね、一方さんっていう番組あるでしょ、あそこのディレクターがすごい変わってて、うん、僕がこう、あ、美味しくてこうこうこうで、喉に入った時に喉越しとこうなんか風味がこうこうこうでこうです、説明するじゃないですか。そういうのじゃないんだよなって言われて、そうなんだよ。ほんで座長が何も言わずに黙々とこう無言で食べて、うまいって一言言うだけで、これちょっとあの人、あの人ちょっと変わってる人で、とにかく座長のこと大好きでしたよね。すごいなんか絡んでくんだよね、そう、大好き。何をしても、いやー、うん、イケメンっすね。そうすごいやらしいよ、スーッと言うの。これあんまり好かれてなくて、いやー、なんかね、僕はもう出来上がってるからこなれてるから、ちょっと多分いじっても面白くないんだよね、あの人は。なんか心配する姿を見ない。君はボロを出さないからつまらないって言われて、もう俺はボロしか出さない。そうでしたね、あの時はね。いや、本当ボロしか出さないから、もうすぐつっついてくんだよね、あの人は。いや、本当にね、面白い番組ですよ、一方さんね。ぜひね、そちらもご覧いただけたらなと。この間もね、ここ特集してもらいましたから、ありがたい限りです。あ、何やったらあれですよ、今ただ今中京テレビになりますけど、そうそうそう、真ん中中京くんっていうのにうちのね、三三郎が出ておりますので。あれ26日だけじゃん。はい、26だけ、26だけ、1日だけなんですかね。1日だけだよ、あれ。え、違うか。1週間くらい流れるんちゃうんすか、あれはね。数日間、それは遠藤寺の人たちが代わる代わるこう出てるから。マジで、そうだ、今日も出ると思ってた。え、昨日だけなんや。昨日だけだよ。
だから26日って言うと終わったよ終わったよ。じゃあなんかだってあれ紙に載ってたら26からってなってたから、そう26から26日は俺今日は違う人でまた違う人でまた違う人っつって、その1週間ぐらい遠藤寺の人たちが流れるって。めっちゃショックや。うわお前俺の話何にも聞いてないじゃないかな。いや聞いてたけど理解全然ちゃうふうにしてましたね。今日も見れると思ってました。紙の書き方がまたちょっと違ったの。まあでも遠藤寺ね、あの方が出られますのでよかったら見てみてください。来週はあれだぜ、この間言ってたアランちゃんのアランちゃんのねマスターが出ますので、多分今日はね、あの人が出て西朝日に、はい、出てる女性の店員さん知ってるからが出てるはず。あっ本当ですか。うわ寺尾さんね、女性が出てるね。そうだから遠藤寺の人たち、俺らもね馴染みの深い人たちがバッて出てる、うん、はい、ということでぜひねそちらもご覧いただけたらなと思います。はい、それではですね、今順にですねこれから、はいはいはい、わらび餅配っていきたいと思います、はい、もしですね黒蜜ちょっと苦手な方いらっしゃいましたらお手を挙げください。黒蜜ちょっと少ないよ、黒蜜ちょっといらないよとか、何違いよ、いらない方は大丈夫ですか。大丈夫ですか。じゃあちょっと私甘いの好きやから黒蜜多めがいいわって方、蜜だくがいい方、1,2,3,4,5,6,7,8 蜜だく8つ8個お願いします。蜜だく8個です。蜜だく8個でお願いします。なんかつゆだくみたいになってますけどだから牛丼はあんまりつゆだくにはしないから。僕牛丼のつゆだくすら頼めない人なんですよ。なんで。いやわからんくて。わからん。え、つゆだくの意味がわかんない。じゃあもうあれって俺思うんですけど、食券中宇は好きなんです。中宇は食券じゃないですか。松屋とか。でも松屋とか、そうじゃあ松屋も食券じゃないですか。食券じゃないでしょ吉野家さんは、うん、だからすごい勇気がいる。あの店員さんに声をかける。そうだけど、いや波でつゆだくって上級者なんかなとか思っちゃって、うん、こいつお前あんま普段こうへんのに何つゆだくとか行きがっとんねんって思われてへんかなとか。普段こうへんかどうか分かんない。そうなんですけど、だってそのね吉野家の店員さんたちにはさ、そうほら別に俺食券より俺吉野家さんみたいにね、これ直接コミュニケーション取れる方がなんかね、ちゃんと作ってくれる気が。いや松屋とかね、いやまあそうですね、中尾さんもそうなんだろうけどさ、ちゃんと直接喋りたい。俺はもう入ったらもうすぐね、あの徳丸でネギダクで曲にみたいな。あーすごい、それ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 、その食べ方。今ね、あのネギダクってできないらしいぜ。ネギダクってあるの。ネギダクってのは何それ。そう、ネギ高いから。へー、ネギ高いんだって。ネギ高いからさ、だから結局ラーメン屋さんもそうで、なんかバリカタなんちゃらかんちゃらマシマシでとか言うやないですか。だから俺ラーメン屋さんって本当行かないんですけど、たまたま家の近くのところでいつもすごい列できるところがある、うん、そこがたまたま列ができてなかったから、お今日列できてないやと思ったら、その瞬間扉がはいガーって開いて、いらっしゃいって言われたから、えってなって、おはようなんかって開いちゃった。晩ご飯食べたのに、あの気が小さいよね。そうすごい気が小さい、気使いいのそれダメやから。ほんで入って食券で買うのか頼むのかもわからんし、うん、ラーメン出て頼み方もわからなくて、周りはなんちゃらかんちゃらバリカタペーデルルゼとか言ってる。そんな注文に何も書いてへんのに、うん、もう独特の頼み方もできてたから、で勇気いってちょっとまあ普通のじゃあこれでって言ってやったんやけど、あれ俺まだ今でもわからないんですけど、うん、ラーメンここにトンって出るでしょ、カウンターで食べて、で食べるでしょ、食べ終わった器は置いていっていいのか、それとも上に返さなあかんのかが俺分かってない。いかんってことはないよ、いかんってことはないんだけど、はい、カウンターの上にトンって乗せるだけで、あの、はい、店員さんの手間というかね少し減るかなっていうぐらい。あ、それはいいですね。いいなんかここ神聖なとこやからこれも乗せなあかんのかとかいろいろ考えちゃって。大丈夫大丈夫、あのちゃんとね、あの割り箸とか使った割り箸とか、はい、おしぼりとかしっかりあのまとめて捨てやすいようにした上で、へぇー、カウンターの上にトンと置いておく。うわ、すごい。あ、これはちょっとそんなすごいことじゃないの。ラーメン講座ですね。ラーメン講座っていうことでもね、はい、ありがとうございます。あの、なんだろうな、別にルールがどうとかっていうのは、まず店員さんがどうしたら片付けやすいかなっていうことを考えておけば、例えばファミレスとかでもさ、お皿とかね、そうですね、食べ終わったやつは全部まとめて、ゴミもまとめて捨てやすいようにして、うん、持っていきやすいように。そう、でもファミレスやったら置いとくけど、なんかほら自分で持っていくところやったら片付ける形式あるやつ、返却口、返却口、ね、それなんやったらここが返却口に当たるのか、それとも違うのかってすごい考えちゃって、うん、なんか失礼のないようにせなあかん、失礼のないようにせなあかんと思って、ずっと周りをこう気にしながら食べるっていうね、気のちっちゃい、まあ、なんだろう、多分その気持ちは絶対店員さん伝わってるから大丈夫だよ。あ、なんですね、うん、まあ、失礼じゃなかったらいいんですけど、店員ちゃんと見てるからね、ああいう人たちもさ、ラーメンデビューをしたということで、さん付けの話でございましたけど、しょうもない話はすいません。それでは、はいはい、今からね、あのペーターが
はい、わらび餅を、ね、はい、配っていてくれると思います。じゃあもう早速コーヒー作りたいと思います。始めちゃおうかな。はい、今回はですね、三助店長ということでございますので、2枚目コーヒーを皆さんに味わっていただきたいなって思います。それをまずは、じゃあちょっと座長にもう早速作って、作り始めてもらいたいと思います。よっしゃ、作れようか。はい、よし、じゃあ、まずね、俺とサンペーターが入れていきますけれども、俺のコーヒー飲みたいよって人、はい、これが入れたコーヒー飲みたいよって人、あ、多いな、いいね、なんて嫌そうやね、喜べ、嫌じゃないよ、大丈夫だ、ちゃんと入れてあげる。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、はい、じゃあ12杯ですね。12杯入れちゃうね。はい、12杯入れちゃうからね。あのちょっと最後のこっちから順にバッと回ってみます。ちょっと時間かかるかもしれないけど、はい、ごめんね、ご了承ください。あ、今入られた方、サンザコーヒーの方がいいですか。サンザが入れますか。俺が入れるか。はい、じゃあ13杯でお願いします。よし、はい、すいません、相席がその左奥になりますかね。左奥か手前のところ、どちらか。はい、よっしゃ、お願いします。はい、それではですね、早速コーヒーを入れていきたいと思います。はい、本日ね、あのコーヒー入れさせていただきますのは、サンスケ、ね、をイメージした2枚目コーヒーということになっておりますけれども、1枚目、2枚目、3枚目ということでですね、あのそれぞれの味が全く違います。1枚目コーヒーというのはね、やはり僕らの座長でございます、やはりこの看板なわけでもあるし、顔なわけやから、ザ・これぞコーヒーっていうように、まさに王道の王道、すごく深みがあって苦みがあって、コーヒーが好きな方にはたまらん、なんやったらもうね、あの朝一とかにゴンと飲んでもらいたいようなコーヒーでございます。そして3枚目コーヒーっていうのはペータ、あのペータのね、人間性から分かるように、一度見たら忘れられへんような、一度飲んだら忘れられへんような、口の中で板の上で暴れ回るようなペータらしさがね、すごく出ております。すごくフルーティーな感じで、ね、あれも違くって、収穫方法も違くて、お豆とかをね、最初普通は洗ったりするんです。ウォッシュロっていうやり方があるんですけど、それを僕と座長のやつはやってるんですけど、ペータのはやってないんです。そのまま身のまま乾燥させてるから、その身の本来の苦味とか味っていうのが洗い流されずになってるから、その分味が深いし濃いし、アクが強いというかね、そういう個性的な3枚目コーヒーになっております。そして2枚目コーヒー、今入れていただいてるのサンスケのコーヒーはですね、割と一番飲みやすいと思います。はい、コーヒーを飲まれない方でも飲みやすいような、一番、あっさりとしたコーヒーといいますかね、その3人の中では。はい、一番飲んでいただきたいのは、それこそカフェタイムとかに僕は飲んでいただけたらなと思うんです。はい、ということで早速第1投目がこれより注ぎ込まれようとするわけですが、2、4、5、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、はい、ここがいないですね。それはお客さん部分がなくなっちゃいますね。はい、ということでね、これも毎回言うんですけど、この昼カフェの時に言いますけど、本当にね、入れてる人はね、緊張してます。本当にね、多分脇汗ぴっちょりになるくらいね、緊張するんです。役者ごとを板の上でやるのって、それでも十分緊張することやけど、それってなんかもうある意味世界観に入れるっていうか、その役があって、その人にとしてその板の上で生きてるわけやから、自分の子は出てこへんわけね。岩田正臣っていう、サンスケっていうのは出てこへんわけやけど、なりきればええわけなんやけど、ここでね、コーヒーを入れる時っていうのは、やはりサンスケっていうのがずっと残ったまま誰かを演じるわけじゃないから、ある意味技術を見せるわけですよね。ということで、ね、やっぱりね、めちゃめちゃ緊張しますので、はい、その緊張感もね、いい意味で味わっていただけたらなって思います。はい、今からコーヒー入れていきますけど、コーヒーっていうのはね、毎回毎回入れる人、温度、環境、タイミング、すべて少しずつ変わると、すべて味が変わってしまいます。さあ、これより第1投目です。これが蒸らしっていう作業になります。これで粉全部に
お湯を通すわけですよね。ここにムラがあるとムラの多い味になってしまいます。全体にちゃんとお湯が行き過ぎずに全体的にいいようになじませるのが大事です。はい。そして馴染んだところにここから第2等に行くわけでございます。はい、ありがとうございます。構えは大胆やけど入れてる時すごい繊細。はい、本当にね、毎回これコーヒー入れてる時に言うんですけど、コーヒーの味ってすごく繊細です。その人の性格が出ると言いますか。3ペタが3つを始めます。うちの座長は本当にね、やっぱり仕事が細かいし、やることがねすごく慎重派やし、細かいし丁寧やし、だからやっぱりその分丁寧に入れるとこの粉の部分とお湯が隣接する、こうやって重なる時間がくっつく時間が長くなればその分味わいも深くなります。だからちょっと3人の中では一番濃いめの味が味わえるんじゃないかな。はい、ということで1杯目2杯目が出来上がりました。今これね、かくはんって言ってね、全体的なムラをこうやって振ることによって統一させてます。ほんで今座長がこうやって下にお湯をコップの中のお湯を入れたんですけど、コップも温めておくんです。コップも温めておくとコーヒーがお湯器になった時に温度が下がらずにその最高の状態で味わえるということで、これもハンドドリップする時の細かな配慮として、はい、やっていることです。はい、最初の2杯、あとはこちらから、こちらここが1杯、2杯ですね。奥の方ね、ちょっとこう最後の方になってしまいますけど申し訳ございません。大丈夫、やべえ、僕が入ったよ。はい、それではですね、この時間をですね利用させていただきまして、ちょっとですねインフォメーションを言わせていただけたらなって思います。皆さんがねもうご存知の通り、毎週金土日1日2回名古屋歌舞伎、ここでですね歌舞伎カフェ名古屋座にて名古屋歌舞伎を1日2回開催しておる次第でございます。金曜日はですね13時と18時のオープンでございます。でしょう。そしてその1時間後に開演となるわけでございます。土日はですね11時オープン12時開演でございます。それが1回目で、2回目が16時オープン17時開演ということになりまして、こちらはですね10月もこの時間で変わらずさせていただきますので、皆さんですねお間違いないように、金曜日と土日の曜日が変わってきますので皆さんよろしくお願いいたします。またですね、夜の公演の30分前にはですね練り歩きと申しましてですね、この遠藤寺商店街を我々がですねオロチや太鼓様式を持ってですね練り歩く次第でございますが、これね皆さん練り歩きとか全然ついてきてもろって全然構いませんからね。皆さんなんか割と名古屋座の前で待っとっていただいて、行ってらっしゃいお帰りっていうのも一つやけど、だからもうついてきてもろって一緒にね列作っていくのも一つなんちゃうかなと思いますので、もしね言い方は全然ついてきてください。大丈夫かな、なんか時短が踏んでるけど、なぜなんだ、やばいやばい、感情どっか行った、感情どっか行ったぞ、感情がどっか行った。ということで、はい、これではですね、先ほど言いましたのが金土日の名古屋座でございますが、これからのですね、月にですね何度か、イベントごともやっております。こうやって昼カフェもですねイベントの一つでございますが、それ以外にも夜のでですねイベントといたしまして、うちのペータ君がですね、
主となってこうやってやってくれてるのがこちらでございます。なんとダダンハモフェスっていうものでございまして、ここ名古屋座があるこの大きな建物はですね、ハモニカ荘っていう建物になります。そのハモニカ荘にあるこの名古屋座、そして下の塩素場さん、そしてその隣のワインバーである盆栽さん、この3店舗が合同になって10月の2日ですね、ご縁市がある日、その日16時から定員約40名で4時間なんと食べ放題、飲み放題、見放題、食べ放題、飲み放題、見放題のイベントを開催させていただいております。こちらはですね、ただいま、募集中でございますので、予約方法といたしましては直接お電話にて予約になりますか、それとも本日のお帰りの際にですね、松尾さん等にですね、ちょっと行きたいよとお声掛けいただければ、予約することが可能となっておりますので、ご興味ある方はですね、ハモフェス食べ放題、飲み放題、見放題、これ本当にね、お得やと思います。はい、私お得なんじゃないかなと思っております。4時間ね、あっという間の4時間かと思いますので、ぜひ皆様ね、第1回ハモフェス10月2日でございます。皆さんね、そちらの方もご検討いただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。ということを言ってるうちに第2回目ですかね、もう2回目の3杯目4杯目を歌ってきようとしてるわけでございますけれども、あれペーターはどこ行ったの、準備してくれる、足らへんかった、足らへんかったってごめんな。俺も足らへんかった。じゃあ今急遽作ってくれてるということで、はい、足らない、結構作ったけどね、この人数分作ってあるわ、うん、ちょっと量多めにサービスしたかもしれないな。ということで、今もう名古屋座は本日で9月の27日ということは、4月の29日にオープンしてから5、6、7、8、9、まるまる5ヶ月がもうちょっとで経とうとしてるわけでございますけれども、5ヶ月なんですね、まだ5ヶ月やねんね。ね、もうこれ会話する気ないから結局一人でしたな。もうなんか会話する気ないから、もう俺はみんなと話す感じでのスタイルって思った方がいいな。5ヶ月ですよ、5ヶ月まだなんですね。なんやろ、楽しい時間はあっちゅう間って言うから、じゃあ楽しくなかったんかってなったらそうじゃないし、すごい楽しい、でもな、楽しいって思う5ヶ月じゃなくて、充実するしてるというか、いろいろ実感させられる5ヶ月というか、うん、本当に多分一人一人の大切さとか、あと難しさとか、あとこうやってお客さんとのね、大切さとか、いろんなものをなんかね、実感する、改めて実感してるこの5ヶ月やなっていうのはすごい思うんですけど、まだ5ヶ月なんですね。最初にこう集まった時に、うちの座長が10年やろうぜって、10年って言ったら120ヶ月やね、のうちの5ヶ月今24分の1終わったわけですわ、24分の1ですよ、かな。これをあと23回やるってことやもんね。ねえ、でも本当思うんですけど、名古屋歌舞伎ってね、最近見に来られてない方がね、もうおるかもしれませんけど、本当にね、なんか日に日に変わっていって、いつも言うてるのが、そのお客様の反応を見て、ここちょっといらんかなと思うところ削っていったり、いや、ここもっと面白くしようぜと思ったところは、増やしていったり変えていったりしてるわけなんですけれどもね、劇的にこの5ヶ月の中で変わったかなと思います。この最初の頃のですね、映像を見るとね、なんかあるやん、ほら他のな、こういう演者としてさ、こうやって役者として立ってると、3年前2年前5年前の作品見ると恥ずかしいってあるやん、うわーこれなんかこうやったなとかあるやん、
まだ5ヶ月やん。もうすごい感じるもんね。だからその分劇的に良くなってると思います。うん、なんて言うやろうな、はい、いやここは入ってくる視線だけで、なんやろうな、なんか僕は、まあ、お二人は分からんのですけど、僕が感じたことはね、ここの板の上で何かをみんなに見せるっていうんじゃなくて、ここの空間っていうものをみんなで一体になって楽しむ、うん、っていう方がすごくなんかこう近いんじゃないかなっていうの、その方がお客さんは2回目も3回目も来てもらえるし、毎回変わるシーンがあったり、だから普通さ、なんかよく言うやん、役者さんとかってさ、アドリブのシーンってやってもちゃんと本当は実は稽古してたりとか、なんかそういうのってあったりする。ここほんまにアドリブな時あるもん、打感が、何相手が仕掛けてくるかわからん、でも相手のことはすごく理解してるから、こうやってやったら、いやこうしてくれるとか、何やってんねん、何やってんの、ほんまにガーマルチュバさんみたいになってるよ。なんかちょっとパントマイムやってるみたいになってましたけど、コーヒーを入れるパントマイムです。そうです、いや入れてちゃんとちゃんと入れて、パントマイムじゃあかんやん。そう、まあ今日ちょっとね、あのミル君、そのあの子がね、ちょっと復興期限斜めでね、トントンって叩いてあげないとちょっとね、気持ちよく出てこへんっていうねことになってますんで、こんな感じでちょっとね、この昼カフェって、え、昼カフェちなみに初めて来た方いらっしゃいますか。あ、初めての方、ありがとう。あ、初めての方、ありがとうございます。これね、本当にゆるい度、ゆるさで言うと名古屋歌舞伎2部のトーク、昼カフェって感じすごいゆるいところにある今。でも今日はね、まだマシな方やで。前回俺と座長2人の時はひどいぐらい、もう何やったらこの辺座るわ、お客さん側行くわ、もうね、ほんまになんて言うやろう、ゆるさの骨頂やった、うん、でもね、こういうなんて言うの、普段とは全く違ったこの名古屋座、そしてこのね3人っていうのを見てもらえたら、見てもらうっていうか、うん、1回かあのポーズ引くかな、これやらなコーヒー入れられへんのかな、完全にブルース・リーにインスパイアされてるよこれ。そう、でも大きく言った割にここから繊細これいるの、本当はね、なんかもっと、もうちょっと狭い空間で、本当にカフェのさ、なんか狭いところ、喫茶店の狭いところでこれハンドドリップやってたりするとすごいね、匂いが充満してね、もうなんて言うのね、落ち着く匂いっていうのかな、こう、何やってたんですか。ああ、そういうことか、かくまんしてくれてるわけですね。そう、これ多分下からやと見えへんと思うんですけど、これね、ちょうど粉がこう、お湯が入ってどんどん膨らみが上がってきて、ほんとなんやろ、マフィンのような、マフィンのようなね、感覚にここになってるんですけど、これで今何杯目ですか。1,2,3,4 今5,6杯目、今3回目ですか。まだまだ3回目あと3行くかね、まだ高いでしょ。美味しい。でもタイミングタイミング、お客さんのコーヒー先入れて、おいしい、もっちもち、うん、皆さん食べました、もっちもち、割とこれぐらいちょっと甘みある方がいいね。うん、結構甘みある方が美味しい気がします。ちょ待ってちょ待ってちょ待って、わらび餅持つのはいいし、食べさせてくれるのいいけど、マイク持って、マイク持って、何、何ちょっとな、普通にまったりしちゃってんの、びっくりよ、ほんまに。
かでもあれやね、和服じゃなくてさ、こうやってちょっと今日パーカーで洋服っぽくしてるけど、はい、若く見えるね。若いもん。そう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 確かに若く見えるもんじゃなくて若いんですよまだ。いや初めて会った時はさ、だいぶやっぱ年はね、まあいくつか下やから下やなってずっと思ってたけど、はい、ここ入ってからその年下感が全くなくなって、まあそれはなんていうんやろ、座長も言ってたし、座長がもう最初に入る時から俺らに上下はねえと、俺らは3人で兄弟だから同等だとっていうのを言っていただいて、だから変なに、まあ絶対にそのなんていうんやろな、尊敬してる思いやったりそういう大事な部分っていうのはあるけど、そういうのじゃなくて立場として上下も上もないとっていうのを言ってるから、そんなに意識はしてなくて、でもだから同じぐらいに本当に思っとって、だから俺勝手にそう思ってたわ、30手前ぐらいと思ってた。あまりだって同級生に見られますもんね、うん、そう本当に。だから恵比寿屋のおばちゃんに関しては下やと思ってるからな俺の方が、うん、たまにいますね、うん、さん付けの方が下っていう。だいたいでもさ、座長は若く見られる。だいたい今34やけど、だいたい30ぐらいとか、うん、言われても31人までやね、うん、で、だいたいそれぐらいで言われる。で、俺はだいたい年28なんですけど、28か、もしくはだいたい25から28で言われることが多い。ペータはもう一緒くらいやんな、25から28くらいで言われる、ね、言われますね、だいたい言われる、だいたい言われますね。ちょ、だから同い年ぐらいに言われる、いつも。ちょっとなんかあれじゃない、若活、若活、若さの若さ活動、婚活みたいな感じでさ、若活やったら若弱活、若活、若活、何若活、婚活みたいな感じ、若く若くなろうっていう。いや分からん、今作ったもん俺。ちょっとやったら、なんか最近だってもうさ、 若作りなら分かるけど、そう、若作りじゃない、若さを作るんじゃなくて若くならない、若くならないから。そうそう、作るんやったらある本質の上に乗せていく感じがあるけど、そうじゃなくて本質から若くなっている。何やってんの、叩いてる。大丈夫、うちの座長、うちの座長回しながらコントコントやると中でつまんない。ああ、なるほど、そういうことか。一番だって耳に叩いてると思ってたの。いや、なんかどないしたやろな、ストレス溜まってんのかな。大丈夫ですよね。一番でもこの3人の中でおっさんっぽいもんね、行動も。俺が？そう、俺が？俺いつも思うもん。何を？もうだっていや、すごいな、元気になるし、誰よりも元気になるし、多分その盛り上げてくれてるからと思うけどさ、俺サンスケ一個もう物申すことあるで。何ですか？おならや。おならは誰でも出るよ。おなら出るやんか、みんな出すよ。そうで、恋に出したことは書いた。え、恋に出して。恋に出して何が悪い？ほら、だからやっぱそれの、だからさ、なんかちょっとプッてやっちゃった後の反応で若さって出るやん。なんか、そう、いや、なんか、だから気を許した人間にも屁はしちゃいけないんです。いや、気を許した人間に屁のこき方がおっさんやねんって。じゃあ、プッとか言って若さのキャピキャピする感じじゃなくて、うん、もう大御所の閉館が出てる、ほんとに。よいしょみたいな感じが、ほんとに。来てる人もいるんだ。失礼いたしました。失礼いたしました。でも、ほんといつも思う、もう大御所やなって、もう。そうや。集中してるで、集中してます。そう考えたらないやろな。そう考えるとさ、本当に座長は、いや、あのポーズ絶対せなあかんねんな。もうないやろな。そしてあの携帯からさ、あの熊取りのあのシールが飛び出てんねんけど、なんか覗いてるみたいな感じになってるな。この前あの画面割れたって言って、すごい落ち込んでた。画面割れよったんですよ。あれ俺らと電話してる時でしたっけ？なんだっけな。なんかで。なんかで落としたっつって。あ、そうや、なんかで落とした、言うとって。へこむでしょ。じゃあ、まあ、ね、形あるものはいずれ壊れるっていう。
でも最初ものすごくズンってなってて、しかもなんかあのメールが打ちづらいっつって言って、はいはい、イライラしてた。余計壊れるわ。あのフリック操作、うん、あれフリックができない。へえ。携帯画面割れたことある？ないです。ええー。まだないですね。こんなにスマホ社会になって一回もまだその経験がない。まだないですね。あのスパイダーマンみたいになるやつやで。画面に画面が急にスパイダーマンにシュワーやられたみたいになるやつ。ないのまだ。ないですね。マジか。ほんま。ないですね。ほんとへこむよあれ。しかもあれ結構お金かかんねんな直すのに。あれ1万以上かかるっていうか。か。そう。じゃあ直さんのです。もう今しめとして。いやいや。いやなんでそれしかみそうみたいになってるお前。お前。己の油断が招いた出来事。なるほど。そういう風にね思えるっていうのはあれやけど、携帯見るたびにもっとちゃんと持とうと。俺が油断したから。携帯も一つに対して油断できへんの大変やな。お、なんかいい色やな。やっぱ一番こうなんか透き通ってますね。ちゃちゃちゃコーヒーや。コーヒーがね。はい、では次のお次の方。お盆できたんですね。もう絶対この場合もう危なっかしくてしょうがないわ。コスタコスタ。あれなんかな、座長ってそういうバイトしたことないかな。ホールやったことないんですか。ホールスタッフないですか。ホールはあるよ。あ、日朝日以外は。あ、日朝日以外。あ、あるある。あ、本当にですか。俺結構いろいろバイトやってんだよ。え、何のホールやったんですか。居酒屋とか中華料理屋とか。中華料理屋その顔でやったらあかんやろ。ちょっと現地の人やちょっと濃くて、あの、俺が若い頃にあのバイトしてた中華料理屋は俺以外が全員中国人。全くコミュニケーションが取れない。大変でしたでしょ。本当に片言の片言の一つ唐揚げ。いやそんなんもう喋られへんのちゃう。ああもう俺も一日だけだってそういう厨房入ったことあるけど。なんで一日だけなの。いやなんか友達、逆になんで一日だけなの。友達なんかあるいは派遣会社やってる、はいはいはい、会社のなんか一日だけちょっとどうしてもおらんからやってくれって言ったって。ほんであのー、あれあれ山ちゃん、世界の山ちゃん、世界の山ちゃん、なんかこっちに名古屋に引っ越してきたばっかりの時でまだ世界の山ちゃんってどういうものか知らん状態で行った、はい、バイトで中に行った、うん、お皿洗い。でも本当全員中国人の方で、うん、すごい。もうで何言ってるか全然分からへん。一個だけ分かった。あいやー分かる言う。本当にあいやって言うんだ。言う、本当に言ってた。言ってた。あいや思い出した。これが言ったのは椅子の背もたれに肘をガンってつけてあいや言うわ。ちょっと熱かったりしたあいやとか言うし、あ、使おう。本当に言う、使おう。リアルな反応、使おう。どっかぶつけたらありゃやっぱりね、中国人の方が作ってる方か、うん、あの、まかないのチャーハンが死ぬほどうまかった。あ、うまい。めちゃめちゃ、いや、こっち出した方がうまいってって思うくらい、うん、もうね、山ちゃんさんには申し訳ないけど本当に美味しかった。うまいよね。そういう居酒屋でバイトとかもあるんですね。まあ、もう居酒屋でバイトって言ったらもうペーターはもうお手並みのもんやけど。いやいやいや、なんだしな。そこけよ。大したことあるやろ。大した。何年やってた。5年です。うわ、でもベテランやな。5年ですね。居酒屋で厨房やろ。厨房ホールですね。どっちも。どっちもです、ね、これホールしかやったことない。あー、ホールのみ。ホールのみ。ホールのみしかやったことない。ホール兼厨房ですね。そう、シフトによって違うんですよ。今日は厨房。あ、だからもうどっちでもできるオールラウンダー。オールラウンダー強いね、それ。そうなんだ。
そうですね、どこ行ってもホールか受付しかない。ああ、なんか厨房向いてなさそう。ポケって言いたくなる。違うよ、受付が向いてるって言ってる。ああ、そういう。でも絶対言われる。ホールとして、このホールはバイトおらんからって言われたら、もう店長にパッと見られて、あ、君は受付だねって言われて、結局受付やることになったりとか。はいはいはい。だからホールを触らせてもらったことがなかった。もうなんかすごい時ってもうなんか戦いになってるよな。戦いですよ。本当に一番忙しいところやから。忘年会シーズンとかえぐいですよ。え、忘年会がやばい。忘年会、ゴールデンウィーク、忘年会、お盆、忘年会ですね。あ、そうなんや。クリスマスとかもあるやん。クリスマスはなかったですけど、忘年会シーズンはもうえぐい。あとあれが一番嫌でした。手間、恵方寿司の時、店で出してたから、もう夜の10時から集合して、店終わって10時じゃないですか。もうそっから巻き始めて、もうオールですよ。ああいうの自分とこで巻いてたんや。そう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 。こんなんもう目つぶってでもできる。はい。キュウリ、カニ、カーッ、もう寝ててもできるから。すごいな。もう過酷なバイトやね。過酷でしたよ。あれでも毎年恵方巻きって方向が違って、その方向を見て黙って食べなあかんねんな。黙ってな、うん、俺が毎年食べるときいつも笑かしてくんの。しかも尋常じゃない変顔してきよるから、俺まだ笑わずに食べれたことがなくて、一回も毎回笑ってまうっていうね。あのポーズは何の意味があるんだろうな。絶対やんねんな。これ最後ちゃうかな。最後ですか。最後か。もう一回あるか。あと1回か2回いかがでしょう。13ですね。13まだ来てない人何いる。1、2、3、4、5、6、6人。ということはあと何回だ。あと6杯なんで、あと3回ですね。それ入れてあと3回、3回です。これ俺のポーズ無意味だと思う。はい。あれ明かりの当たるところなの。へえ。俺にじゃなくて豆に。あ、だ、そうそう、だから豆を見てるんですよね。そうすると豆のこの膨らんだ時の動きが止まった瞬間が見える、はい、なるほど。止まった瞬間に第2投目を入れた。でタイミングが一番見えないってるけど、あのポージングには意味はないですよね、やっぱり。ちなみにこの豆は土曜日に焙煎したばかりなので、はいはい、あ、めちゃくちゃ新鮮で、そうなんで、まあなんか変な話、まあスーパーとかで売ってるじゃないですか、豆を。はいはい。で、まあ同じように蒸らしますとすると、ブクブクって膨らんでこないんですよ、もう。うん、まあ時間経ってるからね。時間経ってて。もうこれ新鮮なほどブク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 ってなんかさっきみたいなケーキみたいになったり、それぐらいね、ここが下手やな。ここ下手やな。20話を下手やな。チャップリンみたいな顔になってる。やばいやばい。男前マイナス60点になってるね。でも大丈夫、元が160点あるから、60点引いても100点になるだけやからね。あ、でもこれちょっと余ってる。ちょっと紙コップ持ってくるから、あれ欲しくない。いや、あれはいいです。なんで一番薄いとかやろ。あ、一番薄い、一番濃いやっちゃった。すごい。
あ、俺そうですか、あの皆さん、サンスケが作ったわらび餅は一人違いますけど、僕作っちゃいましたけど申し訳ないですけど一人前だけならなかった急遽作った一人前だけ足らんかった一人前だけ足らんかったあーいい匂いこの蜜ときな粉の相性抜群です美味しいねうまいです美味しいこれなんかちょっとさ、うん、味とかも変えていってさあーそうですねせっかくやからないろんな味もち、あの粉自体にね、あの粉茶練り込んだりとかうんねですから味とかも変えてええし、うん、何やったらちょっとまあもう夏終わってもうたけど来年の夏とかやったらちょっとアイス添えてさ出来たてやったらちょっとあったかいからさ溶けるやんで一緒に食べるとかやったら美味しくない美味しいね絶対美味しいと思う夏にはいいね。表情知ってるもん。あと何杯ですか？あと2回です。あと2回。お、俺は何杯作れるんだ？2杯。ちなみにこれ2人ってこの円筒寺でランチ？はい。ディナーでもどっちでもいいけど食べに行ったりします？なんか割と結構そのなんか2人とも結構気に入ったとこずっと行くイメージやから、うん、そうなの、うん、そうですねなんだ気に入ったら本当にそればっかりそうずっとそこ行ってずっとそれ食べてるイメージやから俺らほら浮気しないタイプ、はい、おい俺が浮気するみたいな感じになってる違うわね違うわえちなみにお今の2人のなんかお気に入りはなんかあるお気に入りかお気に入りかあでもちょくちょくからもう本当にすぐまとまるのに清志屋さんはよく行くあー最近食べてない食べてない清志屋さんみんな知ってますよ美味しいし量あるよ量が多いんだ量多いの目の前でね鉄板で焼いてくれるんですよランチでもいい匂いしてあの平日とかさそこに来てたりさそう金土日はねあんまり時間が間がないからそうでも皆さんあれですよ下でお好み焼きやってるんで焼いてもらってテイクアウトで上でも食べれここで食べれますからね OK ですからねお好み焼きお好み焼き OK ですなんで下で言っていただけたらあと円そばさんで下で丼頼んで上で食べることもできますかできますよ全然やってくださいね日吉屋さんね日吉屋さんいいですねまあでも確かに座長らしい食べ物やな俺も割と好きなのはそこの、うん、コンピラさんのあのところ右行くと天丼のお店があるんですけどあー天虎さんや天虎さんおいしいあそこの天丼は割と好きですねおいしいあのびっくりしたのはテイクアウトで買ってくるじゃないですか、はいはいはい、でちょっと時間がなくて食えなかったと思ってすごい冷えた冷めたやつを、ね、そう、うん、冷めても美味しい冷めても美味しいの冷めても美味しかったあのね昔ながらのねなんか天丼って感じっていうか、うん、ほんとおじいちゃんとかがねやってるんやけどあそこいいねあそこは美味しいですね四三助たまにちょこちょこ行ってるな天虎さん好きですね、あそこの天虎あそこのちょっと手前にあるホロっていうお店のねあのローストビーフ、ローストビーフとかも美味しいよ、あそこ、最近でローストビーフハマってるやんサンスケローストビーフばっか食ってんのローストビーフばっかは食べてないけどローストビーフ天丼しか食ってんのよそう、どこ行っても天丼ばっか食べるほんま天丼好きやんな天丼大好きもうなんかこの間評論家みたいなこと言っとってさこの間さ東京行った帰りにインターで天丼食べたんだ、うん、天丼食べてじゃあどうって言ったらあ600円のクオリティにしては高いっすねとか言い出してさ言い出してもう天丼評論家みたいな恥ずかしくなってくるとそれでいらない、うん、あ違う吉野吉野屋だったんだよね、うん、確か知ってる吉野屋さんのなんかそばバージョンみたいなのがあるの
俺そんな知らなくて、そばがあってそれ知らなくて、吉野家にそばがあって、そうで天丼もあって、うん、で何食べたんだっけ、あの南蛮そば、クソまずそう、まずいとか言うな、いやカレーそば、カレーな、カレー南蛮そばにしたけど、南蛮そばちょっと正直別のにしたいかなと、じゃあなんかちょっとその時の食と合わへんかった、だからそういうのがあるから俺冒険はしたくない、そういつも安定なもの食べるよね、なんかうわこれしまった外れたっていうのは絶対にしたくないから、うん、もう安定のものしか食べない、そうなあ、いつも同じもの食べてるイメージ、あとやっぱ3人で行っても俺は前も言うとったけど思うけど、ちょっとちょうだいないよね、あないですね、もう本当にもうそれぞれがそれぞれのものを食べる、俺はなんか割とさ、女兄弟で育ったから、はいはい、なんかちょっとまさにちょっとちょうだいやーとか言って、もうなんかいつも持ってかれることに慣れてたし、はい、もう全然取ってかれても全然嫌じゃないし、はい、うん、でもなんかこうないよね、ないっすね、でも男兄弟、男とあと僕お姉ちゃんがいます、おるよ、お姉ちゃんいます、やけどそういうのなんかないの、触んなって姉ちゃんの場合は。俺のテリトリーに入ってきて、いいやだってさ、相手のな自分のやつも食べてもらえたら自分の好きなものと食べてるものを共有してもらえるやん、なんか好きなものをこう漁っていかれるのが嫌、ちょっとちょうだいで漁らないでみたいな、あ男性的やねやっぱり、え座長は、座長もダメ、座長が今食べてる時にあちょっとちょうだいって言って持ってかれるの、あ俺は別にスピンしたい、大丈夫なんですか、うん、ちょっと今度やってみようよ、ね、ああ2人でカレー、あ俺うんめって言っとるところをカバーって2、3杯もらって、カレーのさ何だっけ、何カツが好きやったっけ、スピンしたらいいよっていうのはあの覚悟があるならやめよう、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 あのカレーじゃなくてカツだけやめよう、やめよう、やめよう、ほんとちょびっとだけにしよう、せめてちょっともらっていいですって言って、無理や、2かけらぐらいね、こんな若くしてまだな人生終わりだな、終わりだな、そうなでもサンスケは全然嫌じゃないよ、ね、もうちょっとなくなってんじゃないですか、豆がだいぶ2枚目がないからちょっと補充しないと、もう使い方間違ってるわな、あれがね意外と大変な作業なんです、いつもあのコーヒー作ってる自分なんですけど、まああれがね大変なんだ、じゃあ、ね、さっきさなんでさあのこの辺のさ遠藤寺のお店で2人行かへんのって聞いたのは、はいはいはい、なんで聞いたかって言ったら、ちょっとええとこのお店ってこの遠藤寺にあって、はいはい、でも1人でちょっと行きづらいお店がある、でそういうのをちょっと一緒に行ってくれたら、うん、いや、おごりちゃうで、おごりちゃうで、もちろんおごりちゃうで、だってそんなん一人でも頑張らなあかんねんから、でもそれ頑張って出したらこうやって皆さんがねちょっと贅沢したい時に伝えてるやないですか、まあまあまあ、だからちょっとねなんかさすがにちょっと一人で行きづらいなってお店があるから、うん、そういう時ちょっとね興味あるんやったらと思って聞いてみたんだけど、まあ座長は興味なさそう。イタリアンフレンチ食べます？食べますよ、食べる人、食べますよ、すごいね、いろいろ興味ある、あの行きたい店がいっぱいある、はい、でもまだ行けてないから、うん、で割とリーズナブルなお店はだいぶ行ったんやけど、ちょっと高いお店はまだ行ってなくて、そう、もう携帯にめっちゃメモってあるから、ここも行く、ここも行く、ここも行きたい、そう興味なさそうやな、あんまりないなぁ、ないことはないんだけどな、お客さん喜ぶで、なんだろうな、行きたいなとは思うんだ、そう思うんだけど、俺が入ったら店の空気を壊すんじゃない、あーじゃないあーじゃないって思う時がやっぱ、ここ行きたい、すごいここお前デートか、えお前らデートだよ、エッコ、イタリアン
ここね、あの名古屋ですごい人気なお店、リストランテのイザーレシューっていうお店があるんですけど、イザーレシューっていうすごい有名なお店があるんですけど、そこの姉妹店がここにあるんですよ。それがもうちょっとイザーレシューよりも少しだけリーズナブルに楽しめて、和と洋がすごくちょっと和洋折衷な感じでね、楽しめるようなお店なんですけど、結構美味しそうやろ。俺なんかイタリアンの嫌なところは、嫌なところ、前菜とかでさ、なんかトマトとさ、モッツァレラのさ、もうちょこっとこんぐらいのやつでさ、でっかい皿でペンって出されてくるじゃん、あれイラっとくるみたいな。何を言うてるの、それも楽しむんですよ、目で楽しむと。まずもっと持ってこいよと思って違う違う違うやそんなん言い出したら、でもそんなん言い出したらそれこそ多分世界から見たら和食なんかそれの塊ですよ。やっぱ目で楽しむっていうものをすごく和食はこだわるじゃないですか、やっぱり。だからそういうハッスンとかもそうですけど、ほんとちょっとずつ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 で一口分ぐらいじゃないですか、そのまだ魅力をまだ分かってないんでしょうね。もうガンと食べさせてくれる。懐石料理とかあんま好きじゃないですね。あーなんで締めに米持ってくんだって言ってもなんでか分からん、俺途中のメインと一緒に米食いてんだよ。なるほど。なんでお腹いっぱいで今から米みたいな何の漬物しかねえやんみたいな、もうお腹いっぱいやんみたいな、あれ意味が分かんない。いやでも、いやちょっと待って、いや俺そうやって言われる概念がなかったから、食べてたらそれが当たり前として食べてたけど、そうやって言われたら確かにやな、デザートでいいじゃんみたいな。お分かるわ、米オンリーで来る時あるよ、たまに。メインと一緒に食わしてくれるやつないから。メインと一緒に来いよみたいな。ああ、ね、せっかくなんかステーキとかさ、あの海鮮類とかでさ、美味しいメインがドーンって来るじゃん。そこで一緒に米食いてんのにさ、確かに。そのままの素材を楽しんでくださいっていう意味もあるのかもしれないけど、最後に持ってくんなよと思って。やっぱそれもな、その順番も含めてコースやからな。それも楽しまなかったけど、確かに。でもな、で最後の最後に味噌汁と米くるじゃん朝飯やこれメイン食って朝飯食うみたいな違うで、逆米と味噌汁を楽しみながらメインを食べるっていう、なんかこういうスタンスでやっちゃったから。まあでもまあお店にもよるかもしれませんけど、言えばやってくれるよ。あ、まあ、言えばやってくれる。でも確かにお品書きをちゃんと全部見てない上で、ちゃんとチェックしてない上で始まっちゃってたら、後から切った時はな、はいはいはい、そうやんな。いや最初に持ってきてよってなるわな、確かに。いや確かに。ということで全部終わりましたが、大丈夫ですね。じゃあ残りはペータが1,2,3,4,5 5杯でいいですか。あれもう一回上げていただいてね。1,2,3,4,5 5か6、はい6ですね。そうなんや、ちょっとイタリアンとくれ。いやでもちょっとあの目から鱗というか、確かに言われたらそうやんな。どこの定食屋行ってもご飯とおかずが一緒に当たり前に出てくるけど、ああやってちょっと懐石になると別で出てきたりするわけやから、で一緒に持ってきて食べたいなっていうあのペータの気持ちはわかるわな、そんな風に感じたことがなかったから、なんかちょっと新鮮やなと思いますけど、まあ多分今の話の流れ的に多分一緒に付き合ってくれる人はおらんやろな。そう、でも本当にね、この皆さんしけみちとか歩きました？ほんとね、めちゃめちゃいい店いっぱいあるんですよ。しけみちレストランもそうですし、この間、ちょっと今考えてるね、テイクアウトメニューとかでカツサンドとかまねやってくれるウコンさんがあったりとかね、その奥とかにもね、いっぱいあるんですよ。お蕎麦の美味しい鈴音さんやったりね、その奥にはもうちょっと、なかなかちょっとお高いけど、鴨料理のね、鴨のお鍋のところやったり、ほんとにいろんなお店があって、多分ね、ちょっと接待したい時とかにいいお店やったりとか、ちょっと贅沢したいな記念日やでとか、例えばね旦那さんとの記念日やったりとか、
ちょっと友達と集まるちょっと良さげな女子会やったりとか、まあ何でもいいですけど、そういったねちょっとワンランク上のところがね楽しめますけど、特にランチで行ったらすごいお安くしてます。うん、割とあの店主の方々も言ってるのが、そのやっぱ高級な感じのイメージがあって入りづらいイメージもあるところも払拭するために、まずはランチでちょっと全然儲けは少ないけども、このまずは皆さんにこの店を知ってもらいたいっていうところから始まってるから、ランチに行くと本当にもう破格な値段で味わえるお店がたくさんあります、この試験地なんでね。まずは皆さんねランチから行っていただいたら、お財布にもお優しいし味もわかるしいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、あと5人か今日。今時間ちょっと見ていいですか？これ何時からスタートしたっけ？2時半。2時半ですよね。ペータさん、はい、ちょっと早めに入れなあかんわ。ほんならもうちょっと、お、新人のアルバイト、もうちょっとコーナーやる？あ、はい、コーナーやる？はいはいはい、なあ、はいはいはい、ちょっともうコーヒー5杯待ってたらもうちょうど終わっちゃうから、はいは1回や、はいは1回、はいはい、アホや、あれアホなバイトや、でもなんかすごいバイトのみんなから好かれるタイプや、ね、アホやけど好かれる。大丈夫、ほんじゃ、まあもう準備できたらちょっともうこっちで始めたいと思いますわ。ほんならですね、コーヒーは大丈夫、一緒座っていいよ、大丈夫、大丈夫、オッケー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 、落ち着け。それではですね、今から始めたいと思います。サンスケプレゼンツ、本日はですね、遠藤寺サンスケ新街道クイズでございます。ジョンさん、よっ。さあ、皆様ね、ぜひね、参加していただきたいと思うんですけど、皆さん、書くもん持ってますか？書くもんちょっとないよって方いらっしゃいます？ちょっとこれ配って。大丈夫ですか？なければ今からホームセンターで買いに行きます。今からホームセンターに買いに行きます。書く台、書く台。配って。あ、書くものがいるのね。いや、なんかせっかくやったらね、はい、参加していただけたらなと思いますので、紙ない方、なんかそれね、回答用紙でございますので、はい、じゃあちょっとうちの座長にもね、やってもらいたいと思います。どうぞ。はい。はい。皆さん、書くものない方は結構おるな。1、2、3、4。はい。なんか適当で。キツがありますよ、キツが。さあ、このクイズは大丈夫です、 OK、 じゃあもう普通に回答してくだされば OK です。普通に回答者として楽しんでいただければなと思います。はい、このバイト、めんどくさいバイト入れてもらったな。それではですね、今からサンスケクイズをさせていただきます。このクイズはですね、遠藤寺に関係する問題が多々あります。このね、遠藤寺をぜひ皆さんに知っていただきたいということでですね、遠藤寺クイズになっておりますので、皆さんぜひね、全8問になりますので、皆さん8問全問正解をですね目指して頑張ってくださいませ。なんと最後にはね、ちょっとした解説もございます。はい、1、2、3の3択でございます。皆様、1からまず8番までですね、自分でちょっと1から8まで、はい、ほんでその横にですね、回答の1、2、3のどれかを書いてください。いいですか？はい、
1から8、アホなボール縦に1から8って書けばいい。違う違う、そのからじゃない、1から8じゃない、1,2,3,4,5,6,7,8 って書けば OK です、はい、OK です。アホやなこれ、ほんまにアホなバイト入れてもね、ほんまに。はい、さあそれでは皆様早速参りたいと思います。時間も迫ってまいりました。参ります、サンスケクイズ1問目、じゃじゃん。あ、おぉすげえこの音あるすげえ、もう一回出る。サンスケクイズ1問目、早い。毎年沿道地で開催されます一大イベントと言いましたら七夕祭りでございます。本年度もですね、大変な盛り上がりをさせて我々オープニングをさせていただきましたが、本年の七夕祭りは第何回目の、七夕祭りだったでしょうか。1、60回、2、61回、3、62回、60、61、62、さあどれでしょうか。皆様お書きくださいませ。はい、2問目に参りたいと思います。2問目、実は先ほど言いました敷道、そちらの敷道にですね、その奥の方にずっと浅間神社の方にですね、奥まで歩いていくとあるお蕎麦屋さんがあります。そこの名前は何でしょう。1サブロー、2サンスケ、3サンペイ、さあどれでしょう。お蕎麦屋さんの名前でございます。サンサ、サンサ、サンサ、サブロ、サンサはない。サブロ、サンサ、サンサはない。サンサっすね。サンサは回答にない。アホやろこいつ。1サブロ、2サンスケ、3サンペイ。はい、それでは続きまして第3問目、我々もよくしていただいておりますマミーズコーヒーさん、マミーズコーヒーのサンスケのおすすめの沿道寺ロールケーキは何でしょうか。それ分かったら手挙げる形式ちゃうねお前。じゃあ1、2問目分かってへんかったんやお前。はい、1、ちょっと待って、1チョコラロール、2カフェモカロール、3抹茶ロール、さあどれでございましょうか。マミーズで、サンスケおすすめの沿道寺ロールの味は何でしょう。1チョコラロール、2カフェモカロール、3抹茶ロール。紅茶とホワイトチョコレート、それ自分の好きなやつやろ。紅茶とホワイトチョコレート、それ自分の好きなやつやろ。はい、それでは続きましてまいります。これ次の問題は難しくまいりたいと思います。なんとうちの座長もバイトしておりました。第4問目、西朝日さんからでございます。西朝日ランチで、ランチじゃないですね、西朝日のメニューで一番好きな、サンスケが一番好きなものは何でしょう。これめっちゃ難しいよ。これサンスケクイズやからな。1卵サンド、2ローストポーク、3チキンカレー。はい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 、1卵サンド、2ローストポーク、3チキンカレーはいと言うタイミングがあかんわ。はい、皆さんお答えください。123のどれかお書きくださいませ。はい、それでは続きまして、これもまた食の問題でございます。アランチャさんからの問題です。アランチャでサンスケの一番好きなメニューは何でしょう。1、知らねえとか言うなよ、知れよじゃん、知れ、今日知れ。1、トマトクリームパスタ、トマトクリームパスタ、2、デミオムライス、3、チーズリゾット。はい、はいって、もうルール分かってへんな。アランチャさんで一番好きなメニューは何でしょう。1、トマトクリームパスタ、2、デミオムライス、3、チーズリゾット、さあどれでしょうか。はい、では続きましての問題でございます。ここからはですね、少しちょっと、勉強の問題になりたいと思います。じゃあもういい。じゃあもういい。はい、続きまして、じゃあもうわかんない。名古屋座の東にかかっているあの橋の名前は何でしょう。1、四条橋、2、五条橋、3、六条橋、
名古屋座東にある橋の名前は何でしょう。1、四条橋。2、五条橋。3、六条橋。レインボービーチ。ない。レインボービーチ。それ東京や。この間渡った。この間一緒に渡った。はい、それでは続きましての問題です。これもちょっと難しい問題です。実はこの円筒寺、この東の今言った橋のもうちょっと奥、今でいう、名古屋城の三の丸のとこですね、跡のところに実は昔駅がありました。その駅は何線でしょう、何線だったでしょう。1、地下鉄桜通り線。2、JR。 3、名鉄瀬戸線。駅は何線だったでしょう。1、地下鉄桜通り線。2、JR 線。3、名鉄瀬戸線。はい、それでは続きまして最終問題でございます。最終問題、円筒寺から西の方にですね歩いていくと、信号の前にですねある像が4つ立っております。一つは織田信長、もう一つは豊臣秀吉、もう一つは徳川家康。それ以外のもう一つは何でしょう。1、水戸黄門。2、加藤清正。3、古川博士。はい、さあ皆様、信号付近に像が立っていますが何でしょう。1、水戸黄門。2、加藤清正。3、古川博士。3をおすすめしてますけどね。皆さん、音響さんを信じるなら3でお願いいたします。はい、ということで皆さん、回答はいただけたでしょうか。はい、8問ということでございます。いやー、これちょっと難しいんじゃねえのか。これはちょっとね、全問難しくしてますので、特にあの、三之助の好物問題よ。そこか。あんなもん、誰も知らないよ。はい、ということでですね、はい、皆さん、早速もう回答に参りたいと思います。皆さんもう全部埋めましたか。はい、それでは早速回答の時間に参りたいと思います。まず1問目、今年の七夕祭りは第何回だったでしょうか。正解は2の61回でございます。はい、正解だった人、あ、少な、意外と少ない。もうこれ全問確率だいぶやりましたよ。今年の七夕祭りは僕らがね、オープニングもさせていただいて、さらにはね、特別演目でね、織姫と彦星のやつも七夕っていうのをやらせていただきましたけど、ね、はい、そういったね、面白い演目もありますんで、ぜひね、名古屋座のイベント等にもね、遊びに来ていただけたらなって思います。呼んでくださいね。はい、ぜひお願いします。はい、それでは2問目の参ります。2問目、四季道にある蕎麦屋の名前は何でしょうか。正解は三平でございます。三の三平でございます。はい、まあ三って山じゃなくて普通の数字の三なんですけど、三平っていうお店があります。その奥のところにありますので、ぜひよかったらね、行っていただけたらなって。ちなみにこの四季道っていうのは4つの間の道って書きますけど、これはなんでそうやって呼ばれるかって言ったら、昔ね、大火事があったんですね、1700年ぐらいに。それの時にですね、すごい火事ってこう横にどんどんつながっていくじゃないですか。そういうのとかも防止するために道を開けたんです。4軒開けるってことで約7メートル弱でございます。それを開けておいて、商人も買い物とかね、旅客、ここは堀川が走っとったんで、そこからお客さんが来て泊まっていたり買い物したり、そして道を広くして防災にもやるために、四季道ということで開けたということで、今でも残ってる町並み保存地区の一つになってますので、はい、ぜひ皆さん歩いていただけたらなと思います。さあ、それでは3問目、これはもうサービス問題でございました。マミーズで三助おすすめロールケーキは何でしょうか。正解は1のチョコラロールです。これはもう簡単中の簡単ですわ。はい、そうなの。ちなみに三助はチョコラロール、はい、三座がさっき言ってた紅茶とホワイトチョコのロールケーキ、
で、ベータが抹茶のロールケーキ。美味しいんだ。そうなの。でもちなみにマスターに聞くと一番おすすめはカフェモカロールって言いますよ。あのやっぱりここはカフェやからコーヒーの味が一番わかるのはカフェモカロールを一番食べてもらえるとなって言ってました。でもあれ本当に美味しいんだよね。はい、どれを食べても美味しい。美味しい、間違いないです。ぜひよかったらね、テイクアウトもやってますのでやってみたらなと思います。それでは第4問目参ります。西朝日一番好きなメニューは何？サンスケン、これもねサービス問題でございました。正解は2のローストポーク。しゃあ、そう、多分ペーターは分かってんね、最近ハマってるから。あのね、本当に美味しいよ。ボリューミーで、なおかつマッシュポテトが下についてて、それと一緒に食べてソースと絡めて食べるのが間違いないです。最近ね、ローストビーフも出ました。それも絶品でございますので、ぜひね、食べていただけたらなって思いますので。西朝日は何食ってもうまいから。美味しい、本当に何食べてもね、チキンカレーも卵サンドも十分美味しいねんけど、もう独断と偏見で勝手な今の好みとして選ばせていただけたのがローストポークでございました。まかないがうまいからなって。あ、食べたことない。まかないうまいんだよ。マジか、食べたよな、はい。では続きまして、第5問目、アランチャでサンスケの好きなメニューは何でしょうか。これもね、そのサービスメニューでございました。正解は3のチーズリゾットです。正解したよ。したわ、もう当てずっぽうだけど正解したよ。チーズリゾットはもう大好きでね、本当に美味しいです。この間のね、歌舞伎飯でもね、作らせていただきました。美味しかったね、あれはね。本当にね、濃厚なチーズで、あれはもう仕込みからね、もう本当に丁寧な作業でやっていかないと、ブイヨンとかを吸わせてね、まず米にね、あれ本当にサンスケが作ったと疑わしいぐらい美味しかったもんね、はい。ちゃんと仕込みからね、前の日からちゃんと 夜までやって、ちゃんと時間かけてやる、ね。そうだから歌舞伎飯って当日は空いてただけというか、ある意味あ、もう前日に全部仕込んであったから、そこが大変でしたね。そこがやっぱ一番大変だったですね。はい、ということで、はい、ぜひね、オムライスはね、あそこデミオムライスが一番人気みたいなんですけど、デミ以外にも普通のケチャップオムライス、それ以外にもね、ドレスドオムライスっていうのもね、最近サンスケの首巻きをイメージして作ってくれたやつがあります。おしゃれなやつがあるんだね。はい、それをなんか噂によるとペータが作れるようになったって。そう、なんかできましたよ、この間っつって。そう、作り方教えてもらって、アランチャさんに。で、あいつ動画かなんか撮って家でやったらできたって。器用なやつだ。あいつすごいね。めっちゃ難しいみたいだからね。そうだね、アランチャのマスターですら結構失敗するって。そう、そう、ね、俺より先にできるようにならんわけよ。はい、それでは次の問題参ります。名古屋座東にある橋の名前は何でしょうか。正解は2の五条橋です。はい、この五条橋ですね、これはいつにできたかって言いますとね、皆さんがよくご存知の名古屋城あるじゃないですか。あの名古屋城を築城した際にですね、堀川が一番最初にこの改作って言ってこう作ったんですね。その時に一番最初に架けられた橋です。ということでね、この辺では歴史が古い橋になっているんですけど、ここ実はこの辺の文化っていうのは実は始まったのは江戸時代からばっかりです。江戸時代でね、関ヶ原の戦いで徳川家康が勝ったでしょう。それでここの辺で栄えてるとこって言ったら尾張の中では清須やったんです。でも清須が栄えとったけど、清須がその辺地震があってもうて、地盤が液状化になってもうて、もうあかんくなったんな。それを徳川家康がちょっと場所変えなさいって言って、清須の城下町ごと今のところに全部持ってきた、全部持ってきたんだ。それが今のものになってるわけであって、今も残ってる御園座やったり、御園の方もそうやし、広小路もそうやし、被災とかの町並みも全部その地区から、その時期から、始まったっていうことがあって、今でも残ってるのがこの五条橋っていうことになってます。はい、そうそう、その時に、もう大活躍したのが加藤清正です。石とかね、像あるでしょ、石引きの像とか、あれの時が大活躍したのが加藤清正ってことで、今でも語り継がれてるわけです。ちなみに今の五条橋は昭和13年の時にね、できたものでございますので、もう約何歳やんじゃ、13年って言ったら50、60、70、80近い、80、ね、うん、そうですよね、60、70ぐらいですね、70年ぐらいになってあります。はい、それでは続きましての問題でございます。はい、昔駅がありました。それは何線だったでしょうか。正解は
名鉄瀬戸線です。はい、堀川駅っていう駅があって、今もね駐車場としては残ってるんですけど、これは名鉄瀬戸線の終着点として、存在してました。でもねこれもね太平洋戦争があった時にですね急速に衰退していったんですね。でその時に市電と一緒に並行しとったから旅客も全然伸びへんくて、どん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 衰退していって潰れてもうたんです。だから1911年にできて1970年ぐらいには潰れてます。だから60年ぐらいしかなかったんですけど、今でもその後は残ってますんで、よかったらね見に行くのも一つかなって思います。選択肢としては何番が正解？選択肢としては3番の名鉄瀬戸線です。3番だね。はい、3番です。それでは最後の問題でございます。信号付近にある像、織田信長、徳川家康、豊臣秀吉以外にもう一つ何？正解は3番。希望は3番やけど正解は1番の水戸黄門です。はい、ね、これちなみにね加藤清正はもう有名ですよね。さっき言ったここら辺をね名古屋城とか作る時にも大活躍した方で、ある理由は分かる。で3番のね古川博っていう方もすごい方で、なんと名古屋城を作った、違う、名古屋座を作った方でございますよ。もう多分だからあれやで、ね、もうあと10年後にはそこの像を誰か一人差し置いて古川博士がなってますから、すごい、ね、黒駒格好でこんな人になってますから、お母さんって抱きつかれた時の格好で多分あると思いますけど、はい、ぜひね古川博士をね欲しいところですけど、水戸黄門なんです。あれなんで水戸黄門なんですか？あれ知らない？俺知らんのですか？なんで水戸黄門？なんでなんですか？あそこになぜ三英傑プラスもう一体の像があるかっていうと、はい、あれ作ったの実は専門学校の学生さんなんですよ。はい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 。で、別に像は何でもよかったんだよ。はい、とにかくその交差点にモニュメントを作りたいって、はい、専門学校の人に何かありませんかっつって出てきたのが像で、だから金ピカだったり全部カラーが施してあったり、うん、銅像のまんまだったりとかすると、はい、だから別に何でもいいからなんとなくあれになったなんだそれ。三英傑は意味がすごいわかるじゃないですか、うん、やっぱりねこの名古屋からね発祥ってことで、なんでなんやろ、豊田市とかでもなければなんやろ、ね、今言ったと加藤清正でもおかしくないし、なんやったら水戸黄門よりそれこそ古川博士の方が貢献してるんちゃうかっていうぐらいのレベルですよね。そうやったら、うん、本当になんとなくらしいよ。っていうことは古川博士が狙うは水戸黄門の座やな。あそこですねあそこですね、多分この地域的に三英傑っていうのは多分学生さんたちが決めたんだろうね、うん、もう一つ何がいいかなってなった時になんとなくそれっぽくて一番知名度の高い水戸黄門。なんでなんやろって言ったら、水戸黄門って紀州の八代目徳川家やろって全然ちゃうやん。銅像の裏側にね書いてあるんだよ、はい、どこそこの誰が作りましたっていうのがね彫ってあるんだよ、はいはい、例えば専門学校の学生さん、じゃあなんとなくっていうところから始まったんで、でも僕ちょっと初めて知りました。え、多分ね銅像作るにあたって参考にした資料も結構バラバラだと思うね。織田信長も銃を構えたそう、しかみ像もちょっと足おかしいもんね、持ってるものと、しかみ像っていうね徳川家康の像があるんですけれど、だから別に何でもよかったらしい。なるほど、なんかちょっと理由が残念すぎて聞かんかったらよかったくらい思いましたけど、まあでもねその学生さんとのつながりもね、うん、大事にするそうですね、ありがたいですね、うん、その気持ちがね嬉しい限りでございます、はい、ということでございまして、サンスケクイズ8問に渡りましたが、見事私全問正解したという方いらっしゃいますか？ちなみに7点、あー惜しい、7点、惜しい、マジで何間違えたの？最初1問目、え、ケーキ、マジかい、ケーキは正解じゃん。1問目だって最初少なかったもんね。うわ惜しいな。え、7点でしょ？6点、中途半端な点数取りよったら4問だよ。4問目って何だったっけ？4問目何でしたっけ？西朝日さん、西朝日だ、西朝日でお前の好きなやつだ、はい、
知らねえもんだって。でもよう分かったね、ローストポーク。言ってた言ってた、あ、言ってたって、どっかで言ってたんだ。じゃあ事前に情報入手してたんだ。仕込みじゃないから言いましたよ、俺言いました。だってペータも正解してたもん。あれだペータもこれ結構いい点取ってたんちゃうかなっていうくらい。あ、そうか。前半は多分なんかさ、もうペータがあかんのがさ、わかったっていうのがさ、その答えの時に2番何々わかったっていうからさ、もう全部答えわかるやん。全部正解してでもちょっとでもね、みんなが当てればなと思い、そうそう、ヒントをねくれたみたいなんですけど。あ、これ何、これ7番は駅ですよ。駅だね、俺これ知らなかった。あ、駅は分かんなかった。これはね難しいです。これはね、僕も一回見に行って、なんかそういう話を聞いて見に行って調べに行って、うん、全然流行ってなかったみたいです。流行ってなかったですね。やっぱね、この栄えていったのが栄とか伏見とか丸の内とかあっちの方が栄えていって、なんかこうちょうど市電が横に並行して走ってたっていうのが大打撃やったみたいです。なるほどね。はい、ということでございまして、はい、6問ということでございましたけど、まあ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 です、うん、6点以上なら OK って僕言おうと思ってたんで。あ、本当？はい。あ、じゃあ大丈夫ということで、まあギリギリセーフということで。ちなみに1問も正解しなかった人、ゼロといい人いますか？あ、さすがにいないんだ。まあ単純計算だって3分の1の確率やから、最低3問は正解する計算ですからね。2、3問は、うん、1点の人。こんなそんな晒し物にしてやるんじゃないの。1点、2点、少ないです。マジか。しか2点か、確率以下やな。確率以下やな。まあということでありがとうございます。ちょっとね、今回は全問正解賞はね、皆様にお配りすることはできませんでしたが、また次回することがでありましたら、全問正解者にはね、なんかさん付けが、じゃあちょっと贈り物させていただきたいなと。一番得点の高かったこの2人にはなんかない。違う違う、全問っていう話でした。一番得点で、ね、高かったんだからさ。本当はそんなあげるつもりとかじゃなかったけど、うん、なかったけど、一部の時にお前全問正解したらなんかあげろよってことになって、クイズ挑戦させるぐらいだったらね、なんかやっぱ高得点者にはなんかもう、はい、バックがないと。え、ちなみに 3人はちょっと、じゃあちょっとあれ、え、じゃあ三之助からね、クッションを1個ずつ、うん、ちょっとせめて、なんか思ってた。あれ、何、じゃあ3人じゃんけんして、最初はグー、あ、3人で最初はグーじゃんけんほい、最初はグーじゃんけんほい、あいこでしょ。じゃあ、僕がちょっと何かクッションじゃね、クッションじゃない、クッション分かって、ほんまかクッション、ね、ほんまかくなって慌てるわ。お買い上げありがとうございます。じゃあちょっと何か、サンスケがね、はい、クッションじゃないかもしれないけど、ね、ちょっとメッセージ入りでポストカードとかね、ポストカードやったり、はい、何だっけ、シールやったり。あ、ポスターとかあるの。はい、まあ何か差し上げますという、はい、まあ全問正解ったらちょっとクッションも考えましたけどね。ほらまたそれ引き出しなしやな。クソ。まあじゃあ今度はね、はい、全問正解を目指して、はい、またね、こういうクイズとかね、結構面白いんじゃないの、うん、これサンスケの好きな食べ物は何でしょうとか、そういうしょうもない問題じゃなくて、もう違う違う、遠藤寺にね関わること。いやいや、でも遠藤寺でサンスケのそこを言ったけど、そのしょうもないって自分で言うの嫌やけど、そこからちゃんとほらメニューの紹介もしますから。なるほどね、はい、そうだね、そうです。あ、まあでもあれだよ、サンスケの好きなローストポーク、うん、俺ローストポーク食べたことないんだよ。おい、ありますやん、あるって。だって僕らが一番最初じゃん、ポークポーク、あれ、ロストポーク、あれうまかったでしょ。あれうまいよ、あれは本当美味しいですから。ぜひぜひ、マッシュポテトと一緒に ね、あとローストポークの日、金土日でございましたら、サンスケに一声お声いただくとね、僕がラン終わった名古屋座終わった後に食べに行くんで、あれ外に看板がちょっと見えづらい時あるから。あ、そうなん、常にちょっとこうやってこんだけお客さんがおればね、教えていただけたら見落とすことはないかなと思います。ローストポーク、はい、よろしくお願いします。ということで、サンスケのですね、サンスケクイズでございました。ありがとうございました。はい。